いけるんじゃん。それは確かに。これいけるやろ絶対。重点的にちょっといこうかな。よし。これいけるぞ多分。じゃあ自宅やっていく。いただきます。うまっ。全然いける。てか味めっちゃちゃんとしとるな。最高や。時間がね。これ最高やほら。引き立てるような。いただきます。うまっ。うまっすぐ。さあ。いただきます。うまっ。これやばいな。あもうこれいけるわ。カルビ。いただきますじゃあ。いただきます。しかもタレとご飯がまたこれ合うに絶対。うまそう。いただきます。うまっ。うわこれもめっちゃうまそう。ここ冷やしてちょっと熱いから。でこのちょっとここ乗せて巻いていただきます。うまっ、うますぐ。久々の焼肉っていうのあるやな、絶対。これでもな、全然俺が言っとる焼肉屋と肉と比べてもこの食材だけど普通にうまい。この味噌の味やばい、これやばいわ、めっちゃうまい。これで、まあなんか食べつけます、つけますわな、のしますわな。うわうわ、もう最強の最強の味噌置きますわな。うわ最高のやつやん、これ。これで、クーン掴んだって、見た目とか関係ないからな、味を、いただきます。うまっ、うわ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 、これきた。え、まるっと1枚、全部もちろん。え、これはうますぎる。もうちょっとチュッ、お、いいね。ちょっとこれふにゃふにゃってぐらいで、これでこう、ちょっと軽くタレつけて置いて、キムチを乗せる。これやばいぞ、絶対わかるもん、見てわかるもんな。もうご飯、詰めぐらい大きいもんこれとんでもないそれ。いただきます。うん、お、ハラミいきます。とりあえずこれ自分で焼いたハラミ、絶対うまい。育った肉たちにタレつけます、キムチ乗せます。さらに韓国海苔を贅沢なトッピングやね、1枚上にオンで巻く。韓国海苔で巻く、これっすよ。これめっちゃうまい。いただきます。うまっ。やっぱ焼肉っていいっすね。最高っす。うまっ。めちゃめちゃバクバク食べてるもんな。めっちゃ進むっす、ご飯が。終わりました。うまっ。今日ご飯いつも早炊きで炊いてるじゃないですか、はい、今日極うまっていう倍ぐらい時間かかるって炊いたんです。確かにめっちゃうまいっす。違うん、やっぱこれありやわ、自宅焼肉あり。いや確かに。